ついに初潜入トリプル S スポット、まあ、ここまでというえ、白岩集落跡来た、これかこれだ、入り口だ、これがその場所で一番ヤバいとされているコースらしい。高さがおかしかった、うん、気づいてからでも全然聞こえない。うわヤバい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 、ここらじゃ。急に来た。いや、ほこらが見たらまずいんだっけ、仏壇だっけ。いや、ほこらじゃない、仏壇。ちょっと、ほこらやばいよ。あれどこだ、あっちか。あ、ここか。あっち行くんじゃなくて、行かないんか。じゃあ、あっち行ってみる。添えてあるよ、なんか。しかも今のキャラ、ここから聞こえたぜ。ここからだよ、うん、聞こえた。道緩くなった。うわ、うわ。来たわ、完全にそれ。うわ、鹿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 。びっくりした、鹿だ。ガチの鹿だ。すげえ、野生の鹿見えてみた。すごいんだけど、これ道になってるから降りますよ。出たかも。うわ来た、うわ一気に開けた、急に。完全に来た、完全に来た。やばいやばいやばい、ここだ。完全にもうサイレンだこれ。何これ、村の跡地だから完全に廃村だ。これいいの、これでした。行くこれ。え、ちょうどするわ。いや、めっちゃなんか人が住んでる。え、足元が。うわ、すげえ。なんか家だ。どでけえ。やばい。これやばない。え、ちゃんと家だ。これやばい。え、なにこれ。やった。あ、やばいやばい。これマジやばい。あ、これマジやばいです。マジなやつ。笑いに笑いにぐらい。笑いに笑いに。廃村って感じ。やばいやばいやばい。で、しかもお皿めっちゃ落ちてる。ロンドラ、ロンドラ、ロンドラ。待って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 。マジやばいマジやばい。白黒の新聞紙。うわ、もう時代感じるな。時代感じる。この村に入ったら仏壇があるらしいんですけど、それを見つけてしまうと眼球のない白いおじさんに襲われるっていう噂が。うわ、どうだ、やばい、やばい。うわ、ほんとだ。死んだ人のあれ、なんつうんだっけ。仏壇、仏壇、あれじゃ。え、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。仏壇ある。待って、やばい、やばい、やばい。嘘でしょ、嘘でしょ。見つけちゃった。マジでやばい、見つけた。え、嘘だろ、嘘やろ。完全にある、完全にある。うわ、完全だ。待って、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 待って。仏壇だ。いや、これ完全すぎない。ほんとに見つけちゃったじゃん。やばい、なんか体調きち。これだろ、これやばいよ。普通のそれ買わない方がいいわ、もうそういうの。すげえことになってる。あの仏壇だけなんであんな綺麗に残ってる。そう、それね、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃあれだけ綺麗じゃん。あともボロボロだぜ。邪魔けいや、ちょっとここまで行ったら中身気になるよね。こんだけ歩いたんだもん、ね、最初はグーじゃんけん、ほいチョキ。嘘だね。はい、こうでしょ。待て待て、あ、落ち着こう、落ち着こう。今のだったら、やばいってたわ。男気じゃんけんよりきつい。バックガンよりきつい。そんなレベルじゃない。最初、グッ、ぽい。はい、確定。負けの負け。リーダーだから負けのね、やつは弱い。すごいな。最初、グッ、じゃんけん、ほい。はい、こうでしょ。はい、リボ星。リボ星でね。リボ星で。いや、で、これ足はやばいわ。足はやばいわ。これ写真撮るわ。さっき雑誌めくったらゴキブリだから。嘘でしょ。そういえば。マジで言ってる。マジ。死んでた。あの、いや、なんかピクって動いてたよ。やめてよ。お前、いつの間にそこまで行くぞ。いやー、これが。あ、それ？これね、崩壊してんだよね、足元。あ、なんか手伝いに行けば。先に行った人が落ちるし、多分。バラエティの罰ゲームね。無理だよ、全部崩壊してもん。こっち逆に崩壊してる方がいいよ。あ、そっちくる。失礼します。ここだとあんま映んないんだよな、あれが。人映すってよりか、周り映すのせい。これより先ね、危ない、もうガラスだらけで。あ、そっか。あ、こっち、なんてこうして、力当てて、あそこで見えるようにして。だから、こう取れば仏壇に光る。いや、仏壇見えないよね、今。全然見えない。あれ、切れた。うわ、やべ、うわ。やった。全然切れたから。よし。うわ、切れた。終わった？うわ、このタイミング？うわ、サムネは？
俺は奥、できるだけ奥照らすようにする。いや、だから何だよ、見せる。あ、こんにちは、こんにちは、めっちゃ見える、こんにちは、めっちゃ見える。あ、でも正義は見えないな。聞いた。聞こえない、聞こえない、聞こえない。聞こえない、これ。嘘。いや、嘘じゃない。何言ったの？傘。傘って。マジ？入った2人しか聞こえてないんだ。マジ？全然よ。お父さんには何も聞こえないよ。全然聞こえない。どう？あ、いいね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 、めっちゃいい、めっちゃ、やべ、めっちゃ雰囲気出てる、めっちゃ雰囲気出てる。このバスあんじゃん。うん。この中やばそう。やばい。うん。このバスあんじゃん。うん。この中やばそう。やばい。うん。やばい。うん。やばい。うん。変なの感じだ、俺。てか、そこ落ちたらさ、崖を一気に落ちるから気をつけて。ここに黒い宮みたいなの感じましたね。またあったよ。またなんか、何が？あの、まっすぐ。ああ、ほんとだ。また祠あるよ。ほら、これ。あ、あれ、湯じゃない？湯じゃない。湯が、こう。また祠だ。うわ、しかもなんか備えてあります。似たような形だね、さっきと。うん、これなんだ、これなんだ、これ。えなんか、なんだこれ。あ、仏壇が埋まってる。どうした？俺に誰か石投げてきた。お前なんか、登山中もなんかそんなこと言ってなかった？ガチガチガチ。お前の後ろがいねえ。何これ、なんだこれ。おかしくね？ねえ、なんかおかしいじゃん。てか、ここらの数が異常だよ。ありすぎ。これなんじゃねえ。で、村なのに祠ありすぎない？てか、点々としてるよね。うん、本当に危ない、なんかさ風習みたいなね。そう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 。何を祀ってるのって話なんだ、こんなに。これまだ上行ける？無限にありそう。無限にある。まだ向こう。いや、もう道っていう道じゃないんだよね。なんか点々と家ある感じ。さっきの場所違うな。こんなもんじゃないんだよ、写真見た感じ。大気なの？え？あ？落とさない。嘘。怖い。してるよね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 。マジ？男っぽい声。大気なの？うわうわうわ。そう。うわ。ああ。俺なんか注意されてんのかと思った今。俺も。リボン大丈夫？あ。声しなかった？なんであいつが一番近かったよね。ねえ。やばい。高校音痴じゃない、俺ですら感覚が狂ってやばい。コールドにチョリオそんなとこに乗る？乗らないっすよ。乗らないな。それだけなんだよ。ほんとに古い村の廃村だったんだろうな、うん、さっきの家のあるポスターももう昔のポスターみたいなのめっちゃ前から、うん、帰ってきました。雰囲気やばかったな。いや、本当にもうお疲れ様やね。いや、いろいろ何時間かかった？まず3時間、合計3時間かかりました。長かったわ。振り返っていきましょうか。はい、行きますか。序盤のみんなが聞こえたカメラでは収めてなかったんだけど、赤ちゃんの声、あれ、あの後も1回もなかったもん。なかったよね。しかも2回聞こえたんだよね。行き先どれぐらいあるのか分かんないのにいきなりあれ聞いちゃったから怖かったね。確かに。俺は不思議だったね、やっぱいろいろと。不思議だったね、やっぱいろいろと。だったね、やっぱいろいろと。だったね、やっぱいろいろと。本当にこんなとこあるんだっていう。こんな歩いてどうやって住むんだろうっていう。うん、本当に。いろんな謎がたくさんあったもんね、この場所に。何よりもね、仏壇ですよね。うん、あれは見つけちゃったですね。あれは写真もたくさん撮ったから、まあ、写真見て何か写ってればコメントの方よろしくお願いします。小さい家だね。で、俺がめっちゃ歩いてきたやつ。あー、風呂場？風呂場のやつ。風呂があったとこ。どう？あ、いいね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 、めっちゃ家、めっちゃ家出てる、めっちゃ家出てる。ここに黒いもやみたいな感じましたね。
あれなんであんな俺わーって出たってかっていうと、視覚ってあるでしょ、このここで風呂の中が見えて、黒い人影が体育座りしてる。いや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 、怖すぎでしょ。そう、だからもうその時言えなくて俺、そこに何がいるみたいなの、それぐらい怖い。怖いもんね。うん、黒い影の時もう恭平言えなくなる。うん、そう言えないんだよね、黒い影。怖すぎて、その場で、マジ怖すぎて。だから俺あんな発狂してたんだよね。今なんか白いの。ふーって。うん、車のこっちから、ふーって。うん、疲労困憊ですよ、あれは。反応がもう、やばい。疲労困憊ですよ、あれは。反応がもう、やばい、やばい、やばい。ほこらみたいなのがね、やっぱ、うん、一個ポツンってあるならまだしも、各所各所でこう点在するよりさ、うん、あるのが、うん、あれってどういう意味なんだろう。あれなんかね、怪しい風習っていうかね、うん、怖かったよね。何祀ってんだろう。そうか、そこに家があったのかも。でもう建て壊してあれを建てたのかね。でも結構古いかね。なんか普通にあった頃からやばい村な感じはする。僕はあの長屋というか2階建て、正義と俺が中入ってて、あそこの前とかの祠もそうなんだけど、なんかタイミングいろいろ良すぎたなっていう。パローってなった時もいきなりね、電気切れたじゃん、あの照明。その祠最初に見つける時も一回キャーみたいな、そう、音がしてから見つかったのよ、うん、確かに確かに。タイミングいろいろ良すぎたし、あとはもう中で落としたしね、俺と正義。さつきがそのね、その赤ちゃんの声聞こえたって言った時も、俺らが舐めてる時やったもんね。そうだね、めちゃらへらしてたね。ハイキングでみたいな、舐め腐った時。でもカメラ回してなくて聞こえて回したけど、その時はもう消えてたって、見られてんじゃないかなみたいな。まあタイミングが確かに変かもしれない。いざなわれてるかもしれない。そう、俺は共有と一緒であんま言えなかったんだけど、橋が壊れたとこあったじゃん。だから渡ってる時になんか段差なんですよ、川が。わかる、岩がちょっと段差で、そこのちょい下ぐらいでなんかちょっと濡れた、なんか手が見えたような気がして、俺いや嘘だなと思って帰り行ったら見えたのよ、手がちゃんと。え、帰りも、帰りも見て。え、マジ。だから俺本物かなと思ったんだけど、いやそれはさすがにないと思ったけど、いやもう本当にもうめっちゃ真っ白で、こう水がこうやってこんな感じ。真っ白なの？岩の、これが岩だとしたらこんな感じで、なんか手のひらだけ、手のひら、手のこうだけ、こうだけ。なんで岩の。いや無理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 。引き込まれそうで言ったら、下に、そう、わかるでしょ。その場で行ったらやばいみたいな。そう、なんか本当なんかミステリーでね、もうやばいよね、いろいろと。なんか進めば進むほどいろんなやばいのがどんどんあったよね。まだまだありそうだけどね。そう、これ今回暗すぎて、で道険しすぎて見れてないとか多分あるんですよ。あるね。機会があれば日中ね、リベン、日中で良ければリベンジしようかな。夜はもう見えないし、マジで見えない。しかも道危ねえし、道やばいし、怪我する。そう、本当危ないので、一応危険がありすぎるので、まあ僕たちギリギリまで行った結果帰ってきたんです。それでも3時間だから。いやもうどう考えてもぶっちぎりで過去最悪。イージー、怖さもとともにね、きつさも SSS 級で、何よりも怖いのはね、あの出張ファーナイトウィークの動画、ちゃんと動画で気づかない現象ですね、僕たちが気づいてないやつがめちゃくちゃ入ってるので。なんだ今の、どん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 って揺れたよね。俺もドンって落としたけど、タツキかと思ってさ。タツキ、俺じゃない、大輝。あらあら、叩かれてるな。まあ何か皆さん現象に気づきましたらコメントお願いいたします。お願いします。あと2カ所ですね、秩父編もやろうと思ったんですけれども、あまりのきつさ SSS 級ということで、はい、全員クタクタになってしまったので、あと3時間ちょっと動画撮ってて容量も結構やばい、充電もやばいので、反応の2カ所ですね、そちら制覇したので反応編終了ということで、この動画高価 1.5 万いきましたら、秩父編ですね、再出発していきたいと思います。うわー、行かないでしょー。行かないよ。すぐ行くのよ。大岡のせいだ、分かりやすいからいいよね。そうね、何が見たいのかっていうのが
もう皆さんの意見がすぐ分かるので、ぜひお願いいたします。お願いします。秩父ですね、次は。そこも、廃村1個ありまして、もう1個が、なんか、やべえ吊り橋。いや、もうやべえ吊り橋。吊り橋ってやべえでしょ。ちなみにその廃村が、SSS レートです。うわー、やっぱ廃村ってやばいんだな。廃村やべえでしょ。廃村やばい、分かったけど、分かったけど、こんな近くにあると思わないもん。まだいろいろありますので、皆さんお楽しみにしていてください。お願いします。チャンネル登録本当にしてください。お願いします。してください、絶対にしてください。お願いしますよ。それがもう僕たちのね、モチベとなり支えとなりますので、これからも頑張っていきましょう。はい、バイビー。バイビー。あー、びっくりした。うわ、ちょっと待って、なに、うわちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、落とすと、まあ、ここまでというか、かったよね。いや、やばい、よかった、よかった。高さがおかしかった、うん、気づいてから、ね、全然聞こえない。この バスあんじゃん、うん、こんなのやばそう。やばい、うん、大気なの。不思議だったね、やっぱいろいろと、うん、うん、やばい